お疲れ様です信用残高信頼残高のない人たちのエピソードをちょっとお話ししたいと思いますその人たちはなんかね熱海でセミナーをやるみたいなことを言い出したんですよでそこに質問が来たんですよ「億万長者合宿に参加したら本当に億万長者はなれるんですかなれるんだったらいくらでもお金払いますと」とまさに信頼されてませんねでも参加者の方は来てくださいました8名でしたっけでその方たちは 信頼してくださればずっと作業したんでしょうけども、まあ、そもそもねその億万長者合宿の当日に私が皆さんのことを放送しますので商品なりサービスを用意しておいてくださいねって言ったんですけども用意してきてくださいませんでした多分私が信頼してなかったんでしょう信頼されてなかったんでしょういや久保さんは言うけども当日別に商品持って行ったところで紹介なんてしてくれないよっていうふうに思われたんでしょうねということで紹介しますよって言った時に紹介するものがなかったというね現象が起きてしまいました さらにその後、億万長者合宿の一つのテーマとしてアクセスを集めるために発信をしていきましょうというのがあったんですけども発信をしてもアクセスなんて集まらないよというふうに思われたんでしょうねもはやもう誰も発信しませんということで <laughs> ズザボロでございますいってらっしゃい